ハウディ、ジェスターセラです。俺、ラーメン屋になってみます。はい、というわけですね、ラーメン屋といえば黒 T で腕組みって思ったんですけど、ラーメン大好き小泉さん、ね、通称小泉さんマシマシ、実況してみたいと思います。どんなゲームかあんまよく分かってないんですけど、ソシャゲなんでしょうぐらいしか分かっていませんが、まあまあやってみましょうね。ラーメン大好き小泉さん、満腹仕込み真心仕立てですね。満腹仕込み真心仕立てでマシマシらしいです。まあやっていきましょう。タップしてスタート。はい、通知を許可しましょうね。ラーメンを作るには、ラーメンを作るためにスープを仕込むところから始めます。そしてスープ仕込みにはレシピが必要です。というわけで、ラーメン経営シミュレーションみたいらしいです。ラーメン店経営シミュレーション、ね、そんな感じらしいですよ。よくわかってないけど、ね、その自分たちが経営を始めたラーメン店に小泉さんが遊びに、遊びんじゃねえわ小泉さんがラーメン食べに来てっていうアニメ、ね、ラーメン大好き小泉さんとのコラボアプリだそうです。ダウンロード長いな。はい、じゃあやっていきましょう。利用規約は読まずに同意します。お店の名前を入力してください。名前ですか。じゃあこんな感じでどうですかね。ジェスター堂、ね、一風堂的な感じで、ね、やってみましょう。はい、決定。あなたのアバターを選んでください。この手のアバターは皆さんどっち選びます？僕は断然女性キャラを選びます。なぜならこの手のゲームのアバターっていうのはずっと自分がそのアバターを見続けることになるんですよ、ね、だったら可愛い女の子の姿をずっと見続けていたいじゃないですか。というわけで女性キャラ選んでみます、ね、あなたの名前を入力してください。ジェスター堂なんでね。まあ普通にねジェスターさんって入れますよ。決定。これでよろしいですか。店名ジェスター堂、名前ジェスターセラ、ね、安直だな。あ、小泉さん来た。何これ、すごい、小泉さんだ。小泉さんがうろうろしてる。あ、来てくれた。あの、ここはラーメン店とお見受けしました。喋んない、喋んない。喋んないよ、小泉さん。ちょっと、ラーメンを一杯いただけないでしょうか。すみません、まだ売れるラーメンがないんで。行き倒れちゃった、小泉さん。はあ、小泉さん、このところに、なんつったっけ、この子、ゆうだっけ、あ、大沢ゆう、そうそう、ゆうちゃん、ゆうちゃん、ね、一刻も早く小泉さんにラーメン食べさせたいんで、どうか力を貸してください。そうだよね、小泉さん、行き倒れるもんね。まずはスープを仕込みますと、寸胴などのタップ。寸胴タップ。レシピから仕込むスープを選ぶ、即席醤油を選んでください。はい、仕込む。小泉さんのために急ぎましょう。今回はスープ仕込みの時短を行います。はい、時短数、はいと短縮されました。はい、スープ完成しました。あ、綺麗、ね、スープを回収しました。はい、うわ、めんどくさそうだぞ。ラーメンを作りましょう。はい、作ります。新しく作る。先ほど仕込んだスープを選びましょうと。スープを選ぶ。スープを丼にドラッグしましょう。あ、左上にスープがあって、これをこうやって丼にドラッグすると、あー、なるほどね。はい。続いて麺を選びます。麺。タップずっと詳細が選択できますね。美味しさの高いラーメンほど経験値が得られ、ラーメンの価格は店の評価に影響しますと。まあ、ここは即席、縮れ、中太麺ですか。あ、まあ、普通ですね。僕は細麺が好みなんですけどね。作ってるラーメンのバランスはここを見て調整すると。
仕入れ価格はラーメン作るのにかかる金額で、販売価格はそのラーメンを売る値段の目安。ね、自分でも変更することできますが、かけ離れた値段価格設定は店の評価を落とします。あ、世の中厳しいね。でも今は気にせずどんどん作りましょう。いつも早いと小泉さんが大変なことに、大変なことに。麺をドラッグして丼に投入。最後に具材を乗せますと。具材を選ぶ。具材は好きな位置に置けます。おー、なるほど。お手軽半熟卵、レトルト麺、まあ、業務用青ネギ。まず、青ネギは真ん中にドンだよね。で、煮卵をこの辺りに投下。はい。ね。メンマ嫌いなんで僕は入れません。ダメだ、入れられない。ダメだ。メンマは必ず入れなきゃいけないっぽい。じゃあ、頼ったバランスにしていますか。せと、試作ラーメンを完成します。まず配置した具材を表示します。はい、大丈夫です。はい、ちゃんとしたラーメンだよ。早くこれ、早くこれを食べて。ちゃんとしたラーメン。ちゃんとしてないラーメンって何？いただきます。よかった。小泉さん、助かった。この荒削りながらも愛情を感じる優しい味わい。このラーメンは何というラーメンなんですが、名前決めんの？初めてのラーメン。まあまあ、じゃあ、暫定的にこれでいいっすね。はじめ、はじら。通称はじらです。そういうのですね。破壊された味覚を穏やかに直してくれる美味しいラーメンでした。ごちそうさまでした。そういうと少女はカウンターに置き、お金をキャッツアップいった。クールだね、小泉さん。小泉さんのオリジナルレシピのラーメンを食べてもらって、そしたら急に具合が悪くなった小泉さんは飛び出していく。何食わせたの、ゆうちゃん。でも美味しいラーメンで口直しできたからか、小泉さんも元の小泉さんに言って、あれ小泉さんいなくなった。私をここで雇ってくれ。雇う？バイトすんの？ラーメンのこと勉強したいと。夏休みの少しの間だけやったことがあるんです。頑張ります。やべえ。クレイジーサイコレズとラーメン屋をやることになった。やべえ。お品書きを選ぶ。販売したいラーメンを一覧から選びますと。こちら。不足材料がある場合は、必要となる分だけ補充することができる。仕入れ。で、50杯としましょう。入って販売する。化けて。お品書きに書いてお客さんを待つばかりと。お店を始めるときはプレゼントボックスを覗いてみるといいそうですよ。さて、小泉さんのためにもラーメン修行頑張るぞ。ラーメン大好き小泉さん、満腹仕込み真心したで。チュートリアルが終わりました。なるほど、やべえ、クレイジーサイコレズとラーメン屋をやることになった。なるほど、スタートダッシュログインをもらいつつ、爽やかミンティー、あ、ラーメン食べた後にお口直しにどうですかみたいなことね。すげえな、具材が毎日プレゼントされるんだ、これ。あ、ガチャ的なものもあるっぽいね。あ、ボイス実装記念サイン色紙プレゼントとかありますよ。まあまあまあ、いいでしょう。さて。あ、なるほど、なるほど。いろいろ解放されていく。ミッション機能が解放されました。ミッション6。まあ、いわゆるデイリーミッション的なやつってことでしょ、これは。思いの成就機能。なぜ？思いの成就機能から見て、小泉さんたちへの思いが形となった不思議な宝石、思いのかけらを100個集めると、その思いが成就できる。ほう。果たされると、かけらに秘められていた思い人である小泉さんキャラとの交流が始まり、ラーメンの試食をしてくれたり、お店を訪問してくれるようになります。ほう。面白そうじゃないですか。あ、ラーメンの数を決めて、麺なくなり次第終了ですみたいな感じね、これ。はいはいはい、なるほど。で、店をどんどん広くしていくと客の回転率も上がるみたいなことか。なるほどね。面白そうじゃないですか。プレゼントが、まあ、スタートダッシュでガンガンね、放送開始記念のプレゼントとかいろいろあるんだね。まあ、とりあえず全部受け取っちゃって。そう、この子が僕が好きなんです。ね。
この子にね、ちょっといっぱい出てきてほしいね。まあまあ、どうなるのかわかんないけど。で、じゃあ、そうだね。ガチャ的なやつをちょっと回してみちゃう？せっかくだから。何が出るのか知らないけど。バレンタインのガチャができるんですよ。1日1回無料だって。すげえ。バレンタイン一連。じゃあ、1日1回無料やってみましょう。誰かな？誰かな？食べんの？カップで食べる。いただきます。小泉さんが食べてる。言ってる。なんだなんだ、カップで詳細を見ることができます。はい、やったー。ネギ、そういうこと、そういうことなの。あ、そう。他にどんなガチャがあるんですか。ラメカで回せる豪華ガチャ、ヌードルで運試し。ラメカのヌードルだな。ヌードルで回せるお得ガチャ、課金と無料とでそれぞれ回せるガチャがあるみたいですね。まあせっかくなんで、バレンタイン限定ガチャを3000で10連してみますか。ね、10連はレア1個確定だそうです。15回回せば掛け100個確定の、10連なら1回で即掛け100個確定。まあよくわかんないけど、よくわかんないけど、多分内容わかる。あー、はいはいはい、思いのかけらが出る可能性があるってことね。 6.52% で思いのかけらが出るらしいです。比較的高めかな、ね。まあ、やってみましょう。はい、じゃあ10連定食初回だからね、やってみよう。カップで食べます。いただきます。ただこれ2回カップするって、あー、全て開くのできるのね。全て開くはもったいない気がするから、とりあえずこの辺からよいしょ。はいはいはい、具材的な。よ、あれ開けない。これキャラ的なやつとか出てくるのかね、全然わからんで、とりあえず回しちゃったけど。よいしょ、ここだけ色がなんか違う。お、なんかかけらだ。かけら的なやつ、これ何かよく、え、何これ、何これ、カラフルな、カラフルな素材が出てきたけど、何これ。なるほど、スプレーチョコ。おいおい、ラーメン屋だぞ。スプレーチョコ、これが、制服冬服大沢優の、なるほどね。これは大沢優、制服冬服大沢優の思いのかけらです。なるほどね。大沢優への思いが成就します。クレイジーサイコレズへの思いが成就しちゃった。やべえ、殺される。来た、クレイジーサイコレズ。はい、あなたは店に訪れるようになり、ラーメンチェックを頼むことができるようになりました。お前バイトじゃねえのか。あー、ボイスってそういうボイス、フルボイスじゃない。マジか。なるほどね。はい。レベルアップしていくみたいですよ。売り上げだけの分があって、具材のアンロック。はい。具材増やすことができるようになりました。最大6種類まで増やすことが可能です。6種類具材入っているラーメンなんて相当だけどね。まあ、いいでしょう。まあとりあえずこんな感じで、なんとなく今日からこのアプリを進めていこうと思います。で、チュートリアルもやったしね。こんな感じのラーメン店経営シミュレーションアプリ、ラーメン大好き小泉さんマシマシ、ね。次いつやるか分かりませんけども、一応リンクをね、下の概要欄に貼っておきます。iOS とアンドロイドだと分かんないんで、まあ、検索してみてください。はい。面白いのかどうなのか怪しい、これ。まあ、何日かやってみて、やり込んだ、1週間ぐらいやってみて、やり込んだ感想をまた別の動画でアップロードしたいと思いますので、第2回の動画をご期待ください。多分1週間後ぐらいだと思います。はい、以上です。お疲れ様でした。では、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。チャリンチャリン言ってる。